レジャーチャンネル Be Happy! イエーイ、よろしくお願いいたします。今回はダイちゃんの冬休みを利用してハワイ旅行に行ってきました。1日で回れちゃうコースを紹介するのでぜひご覧ください。行ってみよう。ダイちゃんチャンネル Be Happy! イエーイ、アロハー。おはようございます。今日はですね、ハワイといえばあんなこと、こんなことあったでしょ。ショーイチ、よっこらショーイチとうるさいことを言っておりますハワイといえばグルメだったり、美味しい飲み物だったり、スイーツとかパンケーキとか。食べ物好きってないよね。海とかありますよ。いろんなあのアクティビティがありますけれども、ダイちゃんのハワイの一日の過ごし方を今回の YouTube ではご紹介したいと思います。いっぱい食べる君が好き、大きな一口。なんか前回 YouTube 撮った時にあれを見てハワイに行ったって方がすごく多かったの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダイちゃんチャンネル、まず基本的にはヨガで一日をスタートします。買った海を一点に見つめながら大海原のポーズ。ということで、1日はヨガからスタートします。いつもそうですね、ピラティスかヨガでやっぱりいつもスタートしてその格好でね、はい、ちょっとお腹が空いたので、はい、早速朝食に行ってみたいと思います。朝食は海沿いにあるここハウツリーです。ここいいだよね、すごいすごいね、ビーチ沿いでさ、急に長谷川純さんになれるから、ここで食べる朝ごはん信じて私を、ここで食べたら急に長谷川純さんみたいな。ダイちゃんチャンネル、ハウツリー大好き。いいよね、この雰囲気がさ、ビーチ目の前です。なんかリラックスできるよね、朝から、うん、ホテルでがっつりお食事をいただくのももちろんいいと思うんですけど、なんかこうハワイっぽさもありつつ、なんかちょっとローカルな感じもあって、うん、しかもなんかリノベーションしてる。そうそう、この壁がね、全部なくなったから見晴らしがめちゃめちゃ良くなった。ここはエクベネリクトをハワイに持ってきたお店なんだって。一番有名だもんね、ここがね、うんうんうん、ここのエクベネリクトはシグニチャー、一番代表的なメニューで$26。まあこのロケーションだからね、それぐらいするね。来るの待ちます。ダイちゃんチャンネル、アブティを頼みました。なんだけどさ、このさ、こんなにハーブがブリ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 こんな出てくることある？未だかつて見たことない量でね。美味しいけどすごい口に入るそれも込みで食感を楽しんでいただきたい。カモミールティーを頼むときはいつも蜂蜜を一緒に頼みます。なんかカモミールと蜂蜜の相性がすごく良いらしいのと、なんかおしゃれだから長谷川純さん風だなと思ってやってそうじゃない。なんか朝は温めたオーガニックのカモマヨティーにハワイの蜂蜜をワンスプーン入れて飲んでます。怒られる。届いた。チャンチャラチャンチャンチャン、エッグベネリクト。あいー、おしゃれ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 。港区港区、これ港区、これ港区港区。このように1つ頼むと2つエッグベネリクトが来るから、2人でシェアするのにね、ちょうどいいサイズだと思います。ちょうどいいよね。ちょうどいい。ポテトもついてます。撮影がやっぱり続いているので、やっぱり胃がね、もたれるよね。胃がもたれる。そうなんです。ね、全然オシャレじゃないじゃん。味は変わんないからさ。分かった、うん、いただきます。どう？どう？おいしい。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 おいね、あんた何なの？やめな、クレーン取るの。え、もうこれ。私思ったんだけど、エッグベネディクトなんてさ、洒落たものさ、東京で食べないわけ。私はもう朝もっぱら納豆ご飯だから、1年に1回くらい納豆じゃなくて、納豆じゃなくて、エッグベネディクト食べてみるのもまたいいんじゃないかなと思います。ダイちゃんチャンネル。さあ、朝ごはんを食べたので、これからあゆこおすすめのコーヒーをゲットして、私たちの大好きな公園にちょっと行っ
てコーヒーを飲みたいと思います。暑い、いい天気。ハワイではさ、横断歩道渡ってる時にさ、スマホ見ながら渡ったらさ、めっちゃ怒られるんですよ。パッキンパッキン。いくら180ドル。絶対払いたくない、絶対ダメ。だから私今横断歩道渡ってる時にこれ見てなかった、こっち見るぞ、ちゃんと、うん、結構ね、容赦なく撮ってくるよ。撮ってくるよね。友達とかもね、撮、うん、られた子いるもん。放送したけどダメだったらしい。めっちゃ言い訳を、うん、頑張ったのね、うん、並べまくったけどダメだったらしい、ね、あ、ここかわいいお花が、こんなの映えそうだな、ほら。オッケー、オッケー、オッケー。映えた、映えた。かわいい、かわいい。花があるところで写真撮っとけば、もう一発で川口春奈になれるっていう、そういう魔法があるから。モンサラットにあるダイヤモンドヘッドアースカフェに来ました。ここね、そう、コーヒー美味しいし。ちょっとおしゃれな感じ、店内だからモデルだって女優だって、まあ、あの両方やってます。あ、そうですか、うん、大ちゃんにはいいかなと思ってました。早速行ってみたいと思います。ちょっとそんなに高くてないかもしれない、うん、スモールだったら5ドル以下だもんね。そうだね、そうだね、紅茶もめっちゃ種類がある。ほうじ茶、アルグレイ、イングリッシュブレックファスト、マテ茶、ジンジャー、マサラ茶。私ルイボスにする。あ、いいね、うん、抹茶レモネードとかがある。なんだろうな、これ。抹茶とレモネード結構ミックスすること多いね。そうなんだ、正直言っていい、うん、絶対美味しくなくない。日本抹茶大好き委員会の委員長としてはちょっと許せないと思うんですけども、一応これ買ってみます。small ice latte and one matcha lemonade please。 今日はパトロールだから、これははっきり言うと、もう、まあ、必要経費です。私がガツンと抹茶レモンドレードに関しては言ってみるつもり。おいしい、おいしい、おいしい。いけたでしょ。 It's really goodWe don't have like matcha lemonade in Japan. We usually do matcha and milk. So I was wondering if this is really tasty. You like it? You like this it? This is really good. I love it. これちょっと衝撃的。もう日本抹茶ラブラブ同盟の私から感謝状って送れるかな。抹茶の苦味とレモンの酸っぱさがすっごいマッチするね。とっても美味しくて、大ちゃんこれ大好き。大ちゃんチャンネル。さあ、無事に飲み物がゲットできたので、さあ、無事に飲み物がゲットできたので、これからカピオラニ公園に向かいます。今行ったアースカフェからカピオラニ公園は車で5分くらいですかね。そうだね、5分くらい。カピオラニといえばホノルルマラソンのゴール地点として、これだけ敷地があるのでね、大きなゴール台も設けられるし、うん、まさにもう格好の標的。なんかこうね、ビキを借りて、うん、この朝の時間をこの辺をやるのもすごく気持ちよさそうですね。ね、こぐのね。次回はやってみようかしら。自転車本当に下手なのよ。マジで。私、自転車持ってるんだけど、うん、チャーリーって名前なんだけど、うん、チャーリーだから。チャーリー乗ってる時に、昔の会社に、うん、あの、チャーリーで通ってたんだけど、当時住んでたマンションの近くに交差点があって、うん、そこに交番があるのね。うん、私、その交差点で、うん、何にもないところで、いきなり大転倒したの。交番から警察の人がダダダダダって出てきて、その車止まりなさいみたいな、ほら車にぶつけられたと思っちゃって、出し出したかった、この車ひき逃げされたと思ったのね。何にも悪くて、私が勝手にこれでした。ここでですか、ここで以降ね、警察の方のご迷惑になっちゃいけないと思って、チャーリーに乗る回数はみっきり減りました。大ちゃんチャンネル。さあ、カピオラニ公園の私たちの大好きなベンチのあるところに着きました。場所はあの水族館があるんですけど、まさに本当にそのね、向かいこの一帯がカピオラニ公園なんですけれども、ここにベンチがたくさんあるので、ここに座ってお茶を飲みたいと思います。この岩があるところの後ろにはダイヤモンドヘッドが見えていて、隣にこのベンチがあります。ね、マキコ・ニクソンさんがここで、ね、みんなここに来たいということで、私もその一人。いますかと思ったんだけど、
何今隣に彼氏がいますって言う手かと思った。心の綺麗な人にしか見えません。その彼はあなたには見えません。すいません、現地の人ですか？見ての通りです。そうですよね。あなた越しに見るなんか答えはいけてます、いけてます。髪の毛はぐっちゃぐちゃですね。でも本当にここ気がいいよね。パワー感じますね。ここおすすめです。マキコニクソンさん、教えてくれてありがとう。大ちゃんチャンネル。さあ、カピオラニ公園でダイヤモンドヘッドの素晴らしいエネルギーをいっぱい浴びた後はビーチの方に移動していきます。一番近いビーチは多分ワイキキビーチだと思うんですけど、結構もう混んでるので、今から私たちはアラモアナビーチパークの方に移動していきます。アラモアナビーチパークの良いところ3つ。2つ目は、ビーチが広い。そうですね。2つ目。はい。私の好きなビーチバレーができる。はい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 。ゆかはビーチバレーが大好きですね。さあ、そして3つ目。サンセットが綺麗。はい、もうそうね。確かにね、マジカイランドもあります。この大ちゃんコースで回られる方で、あのレンタカーとかがない方、ツアーとかにも頼まない方は、おすすめはワイキキからカピオラニとかまでは歩いてもらって、でそこからアラモアナビーチパークに移動するときはビキに乗ったりとか、トロリー、そうトロリー、あの辺が出てるもんね、ワイキキからね。ワイキキからアラモアナ行きのピンクラインもあるし、ジェシビカーだったらただで乗れます。ジェシビカーがなくても多分 2,3 ドルだよね今ね、うん、5ドルになって、5ドル払えば1日乗り放題だ。おー、なるほど、すればいいね。うん、そこの間はあの車で移動するのがベターだと思います。ハワイ在住のハワイワクワクリポーターのあゆかさん。ワクワクリポーターね。問題です。このアラモアナビーチパークで一番可愛い子は誰でしょうか？簡単ですよ、すっごい簡単です。これサービス問題ですよ。リポーター首です。はい、どうぞ。はい、言わさせていただきます。お願いします。花赤ちゃんかな。花赤ちゃんかな。違いない。はい、満を持していよいよ来ます。はい、大ちゃんランチごちそうします。お願いします。いいね、お散歩気持ちいいね。お散歩最高。あ、すごい気持ちいい、気持ちいい。おじさんが、股間を笑って跳ね返りがもう全然無理やのは心地よい水しぶきが、気持ちいいなと思ったら、おじさんがスチーポイントを一生懸命洗っている水しぶきがこんなに爽やかなんだね。ね。今ちょうど私たちあの端っこまで来ちゃったんですよね。イケメン誰かナンパしてくれるかなと思って歩いたら、すみません、もう端っこまで来ちゃった。もう 2,3 往復していい？あ、そうしようか、うん、すみません。見渡せばさ、若いアベック、シニアのアベック、みんなアベックですよ。本当にどうなっちゃってんのって。いない？いないよ。いると思ったらさっきのセクシーゾーンのあのおじさんぐらいだって。一人でいる男性なんて志保さんみたいなライフスタイルを目指してるんですからね、こっちから。じゃあヨガ始めようか。そうできるよ、ヨガ。朝やってたでしょ、あんた。見なかったの？かわいそうだけど、足上がってでもこういう風に土曜日ビーチウォークするのすごくいいね。うん、天気もいいし、ビーチ空いてるでしょ。お子様連れなんて良いんじゃないかしら。あ、そうそうそう、この木が結構最近、最近というか、うん、前からだけど流行っている。なんか斜めになってる。何？なんかこれ写真撮る人多いよね、うんうん、インフルエンサーインスタグラマーの木登りみたいな感じで、インフルエンサーインスタグラマーの木登りみたいな感じで、木登り、木登り。フォトスポットですね。大ちゃんチャンネル。波が来てさ、あーみたいな、なんかあーみたいなやつが撮りたかったんだけどさ、気がしない。今私のこの一人芝居を見て、ローカルのファミリーが私のことを死んだような目で見てた。さあ、もうあの男探しはちょっとこの辺で終わりにして。男探しに来てたんだ。そうですよ。美容服も差し上げてすいません。はい、私それに付き合わされてたんですね。本当にすいません。今から T シャツを買いに行きたいと思います。私もう明日着る洋服がないので、これも昨日着てたんで2日連続で着てそうだなって思った。そうですよね。ちょっと匂いに限界が近づいてきてるのでT シャツを買いに行ってきます。パタゴニアです。初めて行く。あ、本当？ここはなんかフラッグシップなんで。そう、フラッグシップ店になってる。ちょっとここで明日着る T シャツを買いたいと思います。行ってみよう。はい。おー、す
すごい、めっちゃ大きいね。でしょ、大きいよね。私が欲しいのはですね、うん、あのパタロハ、あのパタゴニアのこのハワイ限定の、あー、これ、あ、ここはホノルルハワイって書いてある。そうなの、ハレイワはハレイワ、ね、でもここはホノルルになってます。あ、ここに集まってるね。そうなの、見やすいでしょ。こんなにあるんだ。私これ持ってるよ。あ、これのハレイワバージョン持ってる。そうじゃん、そうじゃん、これよく着てるよね。そう、これしょっちゅう着てる。あ、待って、セール、セール、セール、大好きなセール。でもお土産にいいね、これかわいい。いいね。やっぱり 30% オフでしょ。大きいよ。これそしたらさ、中心のプレゼントにしようかな。中心のプレゼントにしようかな。中心のプレゼントにしようかな。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。セールで、セールでゲットしたもの。でもね、このグレーかわいいんだよね、ほら。あ、本当だ。いいね、その色ね。この色かわいいよね。これいくらするの、これ。定価が、うん、あ、49。ってことは35ドルぐらい。30% オフ。ってことは5000円約。それは買えても2枚ですね。買えても2枚ですね。そうだね、あんたの言う通りだ。セールだったら頑張って3枚買えるよね。これでクセスなんだ。それメンズだから。メンズだから。そう、でもさ、メンズ俺女の子着るのかわいい。私ね、いつもメンズ着るの。だよね、うん、XS だね。そうだよね、メンズの、うん、え、これかわいい。これすごいかわいいかも、うん、いいと思う。ね、大ちゃんっぽいよね、そのカラー。そう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 。これと白、うん、白もいいよね。あ、XS もちろんあった。あ、いいじゃん、いいじゃん。全部 XS でいい。うん、グレーも XS ないよね。あ、合っちゃった。あ、4枚じゃない、見つけちゃったもんね。5円、5円。というわけで、ここでしか買えないパタロハの T シャツを白とグレーそれぞれ2枚合計4名様にプレゼントいたします。応募方法は概要欄のフォームに記載されております。皆様ぜひご応募ください。大ちゃんチャンネル。切れずに会えた。来ても大丈夫？大丈夫です。何歳ですか？6歳です。ハワイは楽しいですか？楽しんでください。美容系のチャンネル。美容系の、美容系の、美容系の。すごい、日本語上手。日本人と韓国人。そうなんだ。ありがとうございます。話聞いてよ。かわいい。上手だったね、日本語。上手だった。ペラペラ。シールもらえた。ゲット。かわいい。NHK 見てるとして。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい姫知り合った。すごいいっぱいあったね。みんなすごくいい人たちだね。大ちゃんチャンネル。どうしたの？お気に入りの。キャップをなくしちゃったの、ハワイで。最初さ、かぶってたよね。お気に入りだから日本でもしょっちゅう使ってて持ってきたのに、初日になくしちゃったの。だからもう一回トリックショックで、ホテルでひっくり返ったの。ひっくり返ったの、ね、本当に自分で。南国の森の中に住んでいるこのオランウータン、実はインドネシアで発見された新種。いつも見てます。ありがとうございます。すごい。前回キャップのベージュを買ったんですけど、はい、ベージュも同じです。ずっともうベージュあれ以来見てないですね。やっぱり創作願い出そう。私、そうだね、うん、全部私がいたところに創作願いを出します。はい、はい、限定とか新発売とかありますか？新しくあの、はい、スウェットシャツがいろんなカラーで。え、あらららら、本当だ本当だ。いいね。え、かわいいね、これね。かわいすぎる。これが新商品。はい、黄色かわいくない？黄色かわいい。黄色かわいい。黄色いいね。かわいい。え、黄色の方が好きかも。大ちゃんさ、うん、今自分の買ったけどさ、うん、視聴者にもなんかちょっと、さっきパタゴニアで買ったから、ね、パタゴニアはまあパタゴニアでさ、すごい可愛いじゃん。だってスヌーピーすごい可愛い。絶対みんな欲しいと思うんだよね。そう、パタゴニアも可愛かったよ。そうそうそう。でもまたちょっと違う可愛さじゃん。すごい可愛い。なんか値上げしてません？先生、このカラーがないのがあった時から54。したことは値上げしてないですね。手掛かりをつけてしまったお詫びに1つ買います。ね、これ何色がいいかな。その人気のブルーとかは。あ、確かにね、と色違いだ、ね、これを1名様にプレゼントします。イエーイ、ありがとう。チャンネル登録をしてくださって、この動画に応援してくださって、そしてコメントをくださった方の中から抽選でプレゼントしたいと思います。詳しくは概要欄を見てください。
やっぱなかったけど、でも新発売で超人気で出たね、うん、言ってた。自分用と姫でのお土産用に一つ買いました。ありがとう、ありがとう。大ちゃんチャンネル。さてスヌーピーショップで無事お買い物を終えましたので、サンタラスのお買いに行きます。あなた好きよね。サンタラスの丘でパワーをもらって、勇気を蓄えて、愛をばらまき、そして掴み取れ恋の魔法。サンタラスの丘に着きました。いっぱいパワーをもらえるサンタラスの一番上からの景色、ご覧ください。すごい、めちゃめちゃ綺麗だね。パワーもらえる感じするね。ここはワイキキからだとどうやって来ればいい？ワイキキからだとやっぱもうレンタカー、うん、車かタクシーか、うん、あとはまあユーツアーとかに参加するかだよね。そうだよね、うん、30分はかかんないかなっていうぐらい、うんうんうん、うん、あ気持ちがいいところだね。最高じゃない、最高の景色だね。えちゃん何やってんの？みんなの健康と末長い幸せを祈っていたところ。本当は彼氏が、あ、でも綺麗綺麗、いい感じ。テイクアウトしたマラサダを、はい、ここで食べます。超ローカル、超ローカル。おー、デビッド、はい。I'm Daishin, nice to meet you. Nice to meet you. I think you guys are coming, so I'll let you guys. Ah, that's okay. Never mind. 嬉しい。ごめん、誰？たまたまね、友達に会ったのよ。彼私の運命の人じゃない？だってタンタラスのおかげでそもそも友達になるなんて奇跡的じゃない？奇跡的。そうだよね。今、うん、前ハワイ住んでたけど、今ニューヨークに住んでる。ちょうどニューヨーク住みたいと思ってた今。ちょうど、あ、私、急に思い出したから帰っていい、ちょっと。やばい、あげなんだけど。タンタラスのおかげ、ダイちゃん、彼氏候補見つけるの、飲め、飲め。テイクアウトした、もちもちの、もちざだ、もちざだ、いただきます。うんうん、いいでしょ。おいしい、おいしい。超ローカル B 級グルメ。朝ごはん重かったから、そうね、ちょうどいい。ハワイの休日っていいね。ワイキキももちろんすごくいいけど、うん、ちょっとこういうところまで来ると自然もいっぱいあって、にでしょ、うん、心休まるでしょ、うん、今私何考えてると思う？今の男追いかけなきゃ。違う。何？確定申告。さあ今日の大ちゃんチャンネルでは、大ちゃんのハワイでの一日の過ごし方についてご紹介しました。どう？結構いいよね。いいと思う。ねえ、パワーももらいつつ、そうそう、この自然も感じつつ、うん、唯一足りなかったのがやっぱりその彼氏を見つける。あ、うん、そういうことでした ね、 ね、やっぱり恋だけが実らなかった今回の大ちゃんのハワイ旅、ご安心ください。私帰国まであと15時間ほどあります。まだ諦めてません。まだ諦めていません。私に最後のチャンスをくださる男性はいらっしゃいますか？ということで、なえちゃんのハワイでの一日の過ごし方でした。あゆこありがとう。概要欄にあゆこの YouTube もインスタも貼っております。ありがとう。じゃあねー。さあタンタラスのお金パワーをいっぱいチャージしてワイキキに戻ります。はい、ワイキキどうしようかな。やっぱ綺麗、やっぱ綺麗、本当に綺麗。ワイキキに戻ります。